シンパシーの佐藤です。ゴミ屋敷を掃除するテレビとか YouTube とか見たこと一度はありますよね。私も職業からよくあります。ゴミが片付いていく、部屋が綺麗になっていく様子を見るのって結構ね、引き込まれていくものがあります。私たちはね、見るだけじゃなくて現場にもね、たくさん行きます。実際のゴミ屋敷に住んでる方、住んでいた方のたくさんお話をするんですけども、ほとんどのお客様が同じような言葉を言います。何かというと、今までずっと家族や友人に叱られ続けてきたと。時には勇気を出して頼んだ業者さんにさえも叱られたと。なんでゴミを捨てないんだと、ゴミを捨てればいいだけじゃないかみたいな、そんな風に叱られ続けて、まあ、嫌だったんですと。そんな方がね、いらっしゃるんですよ。で、私たちはどんな状況であってもお客様を叱ったり怒ったり説教したり、これまでの生活を悔い改めるように諭すことはもう一切ありません。まあ、お互いにね、笑顔で作業を進めることができたらその方が楽しいじゃないですか。ということで、前置きが長くなったんですけども、ゴミ屋敷に住んでる方が実際どう思ってるのかっていうのを踏まえた上で、絶対にやってはいけないゴミ屋敷の住民へのダメな対応5選、これを今回は紹介していきたいと思います。5つともね、どれも全て非常に大事なことです。ぜひ最後まで見ていただけたら嬉しいです。では早速参りましょう。絶対にやってはいけないゴミ屋敷の住民へのダメな対応、1つ目、叱る、怒る。まず大前提として、ゴミ屋敷の住民を怒ったり叱ったりすることはもう大前提中の大前提でやってはいけないです。ゴミ屋敷になってしまったことがいいことではないことは本人が一番分かってますからね。人それぞれのそれなりの原因がそれぞれにあります。例えば生活習慣病の原因ってもう本当にいろいろたくさんありますけども、そのうちの一つが高脂質高カロリーのものを長期間ね、長い時間かけて食べ続けると確実に太りますよね。そういう食生活が理由で肥満になってしまって悩んでる方に対して、お前が食べ過ぎたからだろう、お前が悪いんだ、反省しろって言われても1時間後に痩せないじゃないですか。まあ、そういうことなんですよ。その人の心はね、叱られることによってどんどん落ちていくだけです。でゴミ屋敷の住民もそうなんですよ。まあ、とはいえゴミをゴミと思っていない方はちょっとね、一部例外として今回は置いといて、本人のね、積もり積もったそれまでの生活がゴミ屋敷になることを招いてしまったと。だからそれは本人は十分承知の上で勇気を出してね、ご家族とかご友人とか、まあ、もしかしたら家族や友人が見かねて、ね、助けに来たのかもしれませんが、プライベートの塊の自分の部屋にね、誰かが来てめちゃくちゃ叱られるっていう、このストレスはすごいものがあると思うんですよ。なのでどうか叱らずに怒らずに、本人が一番分かってるんでね、解決方法を一緒に考えてあげてください。絶対にやってはいけないゴミ屋敷の住民へのダメな対応、2つ目、業者に頼むお金があったら旅行に行けたのに、ということ。これはね、家族や友人というよりは業者がやってしまいがちなダメな対応ですね。業者に頼むお金があったらちょっといい旅行に行けたんですよあなた。これね、実際にあったお話です。こう言われたんですよ、すごく嫌な気持ちになりましたっていう言葉をね、聞きました。もうびっくりしましたね。まあ、実はこれって、まあ、真っ当なことを言ってるように思うじゃないですか。こんな風に言えばゴミ屋敷に二度と戻らないと、そんな風に決意するだろうと。でもね、この言葉は全く逆効果ですよ。全く逆効果、むしろ鋭利なナイフで心臓をぐさぐさ刺しているようなキレッキレのダメな言葉なんですよ。分かってるよそんなこと、とお客さんも絶対思います。心の中でね、全力で反発します。相手が片付け業者であったとしても、そういうその気持ちはね、生まれてくるんですよ。じゃあ無料でやってくれるのかよと、私だったら思います。ゴミ屋敷に住んでる住民の方のほとんどはもうもはやすでに自分では解決できないくらいの状態になってしまったんです。お金は払ってでも元の生活に戻りたい、そう願って恥ずかしい思いを押し殺しながら勇気を出して片付けのプロに頼んだと。そのプロの業者が、頼むお金があるんだったら横に行けたんだぞと、そんな風に言われたらどうですか。もう絶対に言ってはいけません。まあ少しきつい表現になりますけども、このチャンネルはね、私の考えを言う場ですから、あえて言います。お客様を傷つける言葉しか出てこないような、そのレベルでしか考えることができない業者は滅んでしまえと、この仕事辞めてしまえと僕は思っています。絶対にやってはいけないゴミ屋敷の住民へのダメな対応、3つ目、臭い汚いと連呼する。この言葉もね、絶対ダメです。もうシンプルに相手を傷つけます。もう普通に考えれば分かりますよね。ゴミ屋敷の住民だって綺麗と汚い、いい匂いと臭い、絶対分かってるはずなんですよ。分かった上で誰かにヘルプを出してるわけですから、これはもうね、単純に分かりきったことを言うなという話です。
ただね、時と場合によってテクニック的に使う場面もね、少なからずあります。例えばね、お客様が汚くてすいませんとか、臭くてすみませんとか謝られることもね、実際多々あるんですけども、そんな時に臭いですね、汚いですね、ストレートに言ったらダメなんですよ、ね、それは業者であっても家族であっても一緒だと思ってます。じゃあ私はどう言ってるのかというと、そうですね、まあ確かにいい匂いではないですけども、この仕事はすごく楽しいので、やりがいもあるんで楽しいんで、全然気にならないですと。必ずピカピカにしますから、ピカピカになったお部屋にはどんな芳香剤を置きたいですかっていう感じに聞きます。全然違いますでしょね、全然違うんですよ。どうすか、汚い臭いと連呼するのと今の声かけとは日本とブラジルの距離ぐらい違うと思いませんか。絶対にやってはいけないゴミ屋敷の住民へのダメな対応、4つ目、諭す。ゴミ屋敷の住民を諭すことは全くの無意味です。これは家族も友人も業者も全て当てはまります。ゴミ屋敷の住民の方はとにかく部屋をきれいにしたいっていう一心なんですよ。まずは片付けることに集中すべきです。アドバイスをしてあげていると勝手に判断して気持ちよくなってもね、それはもう相手にとってはただの雑音です。響かないんですよね。じゃあどうすればいいんでしょうか。答えは諭すことではなく一緒に考えてあげることです。どうすればゴミ出しを定期的にできるようになるのかとか、どうすればこの空間を明るく保つことができるのかとか、脱いだ服をその辺に置いておかないようにするにはどうしたらいいのかとか、私たちの意見を押し付けるのではなくて本人の意思や希望を引き出してあげるような話し方をするべきです。もうそこがすごく大事です。もしね、この動画を業者さんが見ているとしたらね、話し方とか顧客心理をね、もうよく勉強する必要があると思ってます。私もこうやって YouTube で発信したり TikTok で発信したり、本を読んだり YouTube を見たり、いろんな勉強をしています。ぜひね、一緒に成長していきましょう。それでは5つ目をお話しする前に1つだけお知らせです。株式会社シンパシーでは、遺品整理、生前整理、ゴミ屋敷、特殊清掃、空き家整理、リフォームに伴うお片付け、その他お片付けなどを専門に皆さんのお悩みを解決しております。お見積もりは無料です。拠点は関西なので、直接お伺いできるのは関西になるんですけども、他の地域であっても優秀な業者さんをね、ご紹介することができますので、メールかホームページの LINE でご連絡くだされば嬉しいです。お気軽にお問い合わせください。それではいよいよ最後です。絶対にやってはいけないゴミ屋敷の住民へのダメな対応、5つ目、勝手にどんどん捨てる。一度ゴミ屋敷に住んだことがある方はわかると思うんですけど、ゴミ屋敷といっても全てがゴミだとは限りません。とはいえコンビニとかウーバーイーツで食べたそのプラゴミだけのそれしかない状況だったら、まあ全部ゴミなんですけども、ほとんどのゴミ屋敷ではゴミとゴミでないものが混在しています。でその中に例えばお金などの貴重品が混ざっていたりとか、本人がずっと探していた宝物が落ちていたりするんですよ。そして先ほど言った明らかなゴミ以外は、それがゴミなのかゴミでないのかは本人にしか分かんないんですよ。もしあなたの部屋にね、知らない人が来てポイポイと勝手に捨てられたらどう思いますかっていう話なんですよね。その人にとっては必要がなくても自分にとっては必要なものなんですと。これ小学校の時に図工で使った、これペン立て、図工で作ったペン立てなんですよ。これ僕にとって大事なものなんで捨てられると困るんですよ。で勝手に捨てられていい思いはねしないはずなんですよ。もう本人の意思を絶対に尊重すべきです。ただ明らかに住民の方本人が判断を誤ってる場合もやっぱりありますので、その時はね必要性を聞いて本当に使うっていう感じで、うん使うんだと、もし言ったらそれは保留として置いといて、片付けが終わりかけてる時とか、もしくは終わった時にこれ置いとくって言ったけどどうするって聞いて、やっぱり捨てますっていう、もし言ったら、適正にね処理すればいいと思います。いろんなパターンがあるし、やっぱりこの限度もありますしね、今私が言ってること全てが全ての現場に当てはまるわけではないんですけども、大体の大まかな流れというとこんな感じになってます。あ、ちなみに片付けが進むとね、一回は必要だと思って保留で置いといたものでも、最後の方になると、あ、やっぱりいらんわって結構ねふっと考えが変わることもありますからね、そんな風にねしっかりと寄り添ってあげることが大切です。とはいえね、物量とか予算とか想定した片付けにかける想定した時間、決められた時間によってはもう一点一点全て聞いていられない時もね、やっぱり時にはあるはずです。その時はその理由を、しっかりとご説明した上で、選択と集中の概念で、やれるところをしっかりやると、そういうのがいいと思います。で、後々問題にならないように、事前の打ち合わせが重要になってきます。ということでいかがだったでしょうか。今日は絶対にやってはいけないゴミ屋敷の住民へのダメな対応5選ということでお話ししてきました。最後にまとめます。絶対にやってはいけないゴミ屋敷の住民へのダメな対応、1つ目、怒る、叱る。
叱ったり怒ったりすることはゴミ屋敷の住民が最も嫌がることです、叱らず怒らず、優しく寄り添ってあげましょう。絶対にやってはいけないゴミ屋敷の住民へのダメな対応。2つ目、業者に頼むお金があったら旅行に行けたよということ。そんなことはね、重々承知の上で依頼しています。特に業者さんがこの言葉を言ってしまいがちなので、注意しましょう。絶対にやってはいけないゴミ屋敷の住民へのダメな対応。3つ目、汚い臭いと連呼する。崖っぷちにいるゴミ屋敷の住民を奈落の底に落としてしまう言葉です。言ってはいけません。片付けが終わった後にいい香りの芳香剤を置いている姿を想像してもらえるような、言い方を考えましょう。絶対にやってはいけないゴミ屋敷の住民へのダメな対応。4つ目、諭す。片付けている最中に住民を諭そうと思っても全く響きません。片付けながらどうすれば元に戻らずに済むかを一緒に考えましょう。絶対にやってはいけないゴミ屋敷の住民へのダメな対応。5つ目、勝手にどんどん捨てること。これは最悪な行為です。貴重品や本人にとっての大切なもの、宝物を勝手に捨てることになります。まずは本人の意思をしっかりと確認しましょう。ということで、最後まで見てくれてありがとうございました。このチャンネル遺品整理の学校はね、皆さんと共に良いチャンネルに育てていきたいと思っております。高評価や低評価、チャンネル登録やコメントなどね、何らかの形で応援していただけると励みになります。ということで、最後まで見てくれてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。